PO25 のオープニングトーク、最近やってること、最近はですね、シャニマスの実況を私始めまして、だからシャニマスを最近よくやってます。最初に小糸を選びまして、小糸が結構愛おしいんですよね。まあね、他にもやっぱその、小糸選ぶとね、結構ノクチルのメンバーを中心に見ることが多いので、なんかノクチルすごいなんか不思議だなと思いますね。いやめちゃめちゃ朝倉とかめっちゃ不思議だなと思います。あとは結構最近また漫画を読んでますね。まああまりちょっとね、詳しい話をちょっとしちゃうとさ、ゆり漫画紹介とかもあるんで、あんましないんだけど、まあ最近結構漫画も読んでますというところで始めていきましょう。目指せ実況者ナンバーワン。始まりました。目指せ実況者ナンバーワン。この番組はですね、駆け出しの実況者である PO25 がですね、皆さんとお話を交わしながらね、一人前の実況者になっていこうという、まあ、番組でございますけれども、まあね、これ毎週恒例みたいな感じで始まったけど、まあ2回目ですね。1回目にシンデレラナンバーワンやってみたみたいなところがあるんですけど、それが1回目なんですよ。で、今回2回目、まあ今回またやっていこうと。ただこれやってる理由が、シンデレラナンバーワンをやりたいとかではなく、ちょっとお話ししたいことが急遽ございまして、なんかそれ全然ジャンルが違うからさ、お話ししたいこと2つあるんだけど、ジャンルが全然違うから、じゃあ1本ラジオ動画みたいな感じでやっちゃおうぜってことで、今回やっていこうというところでございます。まあところでオープニングトークでね、話したんだけども、シャニマスやってまして、実況動画もねちょっと上げてるので、ぜひともご覧ください。だからってね、そのデレステが おざなりになるかというか、そういうわけではなく、デレステはまあ今まで通り、まあむしろコミュ動画始めたんで、ちょっと頻度上がるかなってくらいですかね。あとまあ最近よく漫画を読んでるというところで、ゆりゆりっていう作品読んでるのと、あとね、ゆりしき12巻まあ買って1年経ってないか、まあ、買ってだいぶ経つんだけど、まだ読み切ってなくて、だから今ちょっとゆりしきもう一回再開して読み直して、で、あと新米姉妹の二人ご飯、まあ、カラメルソース作りましたけれども、まあそれもあってちょっと3巻も読んでて、あとね、足立と島村4巻のコミカライズ、これも読んでるんですよ。全然ね、読み進めれてないんだよね。でもね、足立と島村に関しては私普通にライトノベルの方を読んでるので、まあ、あまりこう急いで読む必要もないかなと思ったらここまで来ちゃいました。買ったのは本当に発売してからちょっとすぐぐらいだったんですけどね、発売日に買うことはできてませんでしたね。なんか全然本屋で見つけられなかった。で、あとこれ撮影日日付またいでから撮ってるんであれなんですけど、あれなんだってね、撮影日段階で銀塩少々2巻発売されるというところで、いや銀塩、久々だなと、久々に名前言ったなと思って、一応私1巻買ってるんですよ。だいたい1巻がでもいつどのタイミングで発売したか忘れちゃってて、キララなんですよね、あれ銀塩少々って。で大きいやつだから、まあ、1年1冊ペースっていうところで、いや、原子用ってなんかいつ発売したっけなんて忘れちゃってさ、このタイミングだったね、2巻が出たというところで、まあ、面白かった記録があるので、ちょっとまた買ってみたいなと、まあ、機会があれば買ってみたいなと、まあ、絶対いつかどっかで買うと思うんだけど、買おうかなと思ってます。まあ、というところでね、やっていく。まあ、お話ししたいことが2つあるってことなんで、はい、やっていかないとね、ちょっと長くなる可能性もあるから、お話ししていこうかなと思います。では、この番組はですね、じゃあ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと本題の方、早速入っていこうと思うんだけれども、やっていきますね。目指せ実況者ナンバーワン。この番組は、動画をご視聴してくださってる皆様の提供で、お送りしております。目指せ実況者ナンバーワン。はい、というところでね、まあ、ジングルが入ったと思うんですけれども、早速ちょっと本題の方を話させていただこうかなと思ってます。めちゃめちゃ久しぶりに撮るんでね、なんか段取り忘れちゃったね。結構、1回目やった時ってラジオ番組っぽくできたんですけど、はい、ちょっと段取り忘れちゃいましたね。というところでやっていきます。まず1つ目なんですけれども、先日デレマスの、総選挙っていうんですか、まあ、シンデレラガール決めるやつですね。あれの組み分けの生放送がございました。まあ、この話題ね、私出してこなかったんですよね。ちょうどこの話題を出すべきタイミングの時になぜかシャリマスの動画を出しちゃったんで、しかも1回目。だからちょっとタイミングを逸してしまったんですけど、まあ、ここでね、お話をしていこうと思います。はい。まあ、その生放送自体は私野球見てて、全然見てなかったです。ちょっと見たかな。うん。ちょうどその、
司さんと修子と小日と、のりこさんとリーナがこう出てくるタイミングだけ見てました。だいぶすごい機会でしたね、あれね。めちゃめちゃすげえ機会あるじゃんと思って。あれでしたけれども、組み分けがされました。皆さんの担当はね、どの組だったでしょうか。まあ、私の担当、まあ、ちょっと振り返っていきましょう。島村うずき、小日向美穂、五十嵐京子、佐久間真由、辻野あかり、北日向子。この6人がね、私の担当でございますけれども、まあ、彼女らそれぞれどこに振り分けられたかというところで、まず予選 A グループでございますけれども、まあ、小日と日向子さんが、私の担当ではここにいますね。まあ、このメンバー見るとどうなんでしょうね。なんか最初 A グループ強いみたいなこと言われてて、なんかどうやら今違うんでしょ。でも見た目すごそうだけどね。なんか楓さんもいるし、なんかクールメンバー強いですね。やっぱね、楓さんもいるし、司さんもいるし、修子もいるし、ね、リーナもいるし、森久保とかいるし、ミクニャンも、まあクールじゃないけど、お前ミクニャンもいるしさ、あとナーもいるしさ、ね、なんか強そうですけどね。ここよりも強いところは男らだと思いますけどね。まあというところでございますけれども、あれですね、あのメイコさんだっけ、あのひなこさんに似てる人ね、いますね。同じ組なんだね。まあそんな感じでございますけれども、これなんかあれなんでしょう、グループにその一人5人まで投票するみたいなシステムなんだっけ。だからコシとひなこさんって多分同じ同タイミングで投票できるからさ、そこはいいなと思いますよね。なんかね、じゃあ他3人誰にするんだろうね。全然他3人、めちゃめちゃ全然私の他3人と投票権空いてるので、なんか投票してほしい人いたらお声掛けください。投票します。うん、ありがとう。で、まあこれが A グループ、続いて B グループ、はいと、まあ、B グループに担当が京子ちゃんかな、いますね。まあ他のメンバーで見ますと、例えば前回1位のふみかさん、前回2位の四季なんかな、2位が四季なんだよね確かね。とかあとはシュガハ、トップ10シュガハとかですもんね。で過去に受賞歴のあるシブリンとか、ああなるほど、キラリとかもいますね。うんうん、カコさんとかね、あとね、アサリさんもいますし、あとは関さんもいますね。うん。強いんじゃない？なんか全部強そうに見えるけどね。私、まだ全然プロデューサー、デレのプロデューサー始めて、マジでまだ、何年？ 1 年経ったかな？経ってない？ん？なんか8ヶ月目っていう動画を出して、いつ、何ヶ月経ったか忘れちゃったんですけど、まあ、もうちょいで1年かな？そのくらいだと思うんですけど、違うか。9月で1年だから、今6月でしょ？9ヶ月か。ああ、じゃああの動画1ヶ月前か。藤原はじめさんでもいますね。うん。まあ、いやでもなんかトップ10がいたりとかね、トップ10いて、なんかあと、ね、ふみかさんいて、しきにゃんいてって、なんかかなりやばそうですけど、まあ、ここの投票枠は結局私、京子ちゃんしか今のところ決まってないので、他4人、ね、不利です。なんかどうしようかな。ことかさんとか入れとく？もういい感じ。あ、ミスフォーチュンここに固まったんだね。なるほど。まあそんな感じの B グループです。続いて C グループ、ご覧の通り担当がここ多いんだよね。3人いるんですよね。うずきと、だから俺な、うずき、赤りんご、まゆ。C グループラストうずきだったんだ。すごいね。あ、ここは担当3人いますもんね。他メンバーは、まあ、フレちゃん、カレンさん、王女カレンさん、小梅ちゃんとかですかね。ナターリア、吉野、サチコいますね。神谷奈央さんもいますね。神谷奈央さん前回ないんだっけ？ 3 位とかだっけ？強いよね。ああ、なるほど。赤リンゴも、うん、そうだ、赤リンゴいるよね。なるほどね。はい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 。まあ、なんかどこ見ても強そうに見えるんだけどさ。どうしよう。まあ私この C グループに関しては3枠投票権が埋まっちゃいましたね。まあうずきとまゆとあかりんごなんですけど、じゃあ他2枠この方式で合ってるよね。なんか5人で別アイドルに投票するみたいな、だから結構その 他者とのタピーとのそのなんていうの交換条件みたいなのが重要だみたいな話聞いたんですけど、そんな感じなんですかね。まあ、でもこの枠結構好きな
ね、幸子とかも私嫌い、嫌いじゃないって言い方おかしいけどさ、好きなんで、幸子を入れようかな。フレちゃんもほら、アミマネラ関係で全員キュートだ。キュートしか好きになってないん、まあ、ひなこさんパッションだけどさ、キュートの好きになる割合圧倒的高いんだよな。まあ、幸子とアミマネラ関係でフレちゃんとかもありでしょうし、ねえ。まあ、C は結構投票枠埋まっちゃってますからね。でもなんか、全然先なんでしょう。ね。で、D 行きましょう。D が、担当、D 担当いなかったんだっけな、確か。そうだよね。6人出ても D が担当いないんですね。ああ。でも、かなでさんとかいますから、ね、なんか D が一番強いんでしょ？なんか D が、一番強いって聞きました。ただまあ、その C のグループとかさ、そういう例え方は私に多分、私にね、その、激戦区とか、C のグループとかっていう例えをね、求められてないと思うんですよ。私はね、しっかりと私らしい例えをさせていただくんですけれども、まあ、まあ、アメリカンリーグ東地区でしょうね。まあ、またの名は魔教でございますけれども。まあ、もうなんか、年間120億ペースのヤンキースがいて、で、なんか、常に強いレイズがいて、で、レッドソックスもいてね、レッドソックス最近調子上がってきたらしいですけどね。で、まあ、もう強いだろう、ジェイズがいて、で、なんか意外と怖い存在かもしれない、オリオールズもいるというところで、ね、まあ、アメリカンリーグ東地区だなと。まあ、確かにメンバー見るとなんか、最初 A グループだって、だから A グループがあれかな、ナショナルリーグ西地区かな、まあ、パドレス、ドジャース、ジャイアンツがいて、で、その下にアリゾナとロッキーズがいるみたいな。いや、強いですよね、でもなんか見る感じね。ウサミン、ナタリアじゃねえや、アーニャ、ね、リアム、ね、アスカ君いて、アキラさんいて、イブちゃんもいますからね。で、チエリ、チャンミオとか、千歳さんもいますし、あかねさんとかね、はーちゃんとかいますもんね。かなでさんとかね、姫川由紀さんもいるし、あれ、あーちゃん言った？あーちゃん言ってない？すごいですね。厚美さんとかもいますもんね。ゆさこずいもいるしね。夏吉もいるし。牧野さんとかもいるからね。いや、この地区強い。地区じゃねえや。言い方がもう完全にメジャーリーグになっちゃった。この地区強いなって言っちゃった。このグループ強いですね。怖いね。バリサとかもいるもんね。怖いですね。まあ私全部怖く見えます。全部怖いというか全部強そうに見えます。正直わかんないです。まあ、どうです？皆さんの担当はどこでございましたか？だから D グループに関しては私中ブラリンなんて全然5バック全部空いてるんで、なんか、これ投票してくれよって、ね、その、チャンネル登録してやるから、これ登録してくれ、投票してくれよって人いたら、募集してます。うん。全然ありですよ。まあ、こんな感じのお話でございました。まあ、総選挙はね、結構長いスパンでやるらしいので、多分どっかで忘れちゃうかなと思うんですけど。よろしくお願いします。ということで、一つ目のね、話したい内容はこれでございました。目指せ実況者ナンバーワン。さあ、では続いて二つ目のお話ししたい内容。まあ、これでまだ別のジングル入ったと思うんですけど、話したい内容なんですけれども、まあ、ここが一番話したかった。そして私が一番こんな人に人間を信じることができるようになってしまったというか、もう誰信用したらいいんだろうなっていう感じなんですけど、あ、すみません。全然話があります。投票の話から全く変わるんですけど、アキさんがですね、日本球界復帰するっつって、まあ、ねえ、今3球団でね、競合がついたわけですよ。西武、ソフトバンク、広島って。まあ、正直西武だろうと思ってましたよ。ああ、広島に行きましたね。え？え？3年総額 3.5 億円超えというところで。え？いやあ、そっかー。まあ、
レッツではそこまで活躍をすることができなかった秋さん、まあ、パドレスのマイナーに行きまして、まあそうですね、あれでしたけれども、マジかマジか。なんかそのまあうん、まあそのなんて言うんでしょうね、まあ、広島の外野陣、なんか最近そのセリーグ疎くなっちゃったんですけど、まあ龍馬がいて、うぐささんとかいるもんね。で、あの、はすけくんの子もいる。で、大森さんもいて、庄司さんで出てんの？ちょっと見る？広島の成績出てるやつ。広島の外野陣。ちょっと見るか。選手でいいのかな？野手。中村翔成さんとかって、あれ外野やってないよね。内野かキャッチャーだもんね。多分。野間さんか。あ、野間さんすごいな。あ、翔勢さん出てないんですね。あ、中村さんとかすごかったよね。確かにね。中村健人さん。なんかすごい好きなタイプですよ。外野手だよね。外野手だもんね。結構そのパンチ力のある外野手ってめっちゃ。あと、末金さんね。彼、すごいですよね。まあ、あとは、そうです。まあ、龍馬が、やっぱ、ちょっと去年、不振だったっけ？なんかそんなイメージあったんですけど。そうでもなかったっけ？龍馬がいて、ね、葉月さんもいて、もうこんな感じか。そうか。あと、上本さんがたまに外野やったりしてですもんね。今年すげえな。3割2分1厘か。ね。そうか。マクブルーム内野手だよね。そうだよね。そうか。まあ、そうだね。実績のあるベテランっていうのがいないのか。そうだよね。まあ、野間さんがその実績あるない、どっちで捉えるかって感じですけど、でもまあ、ベテランかって言われたら、まだ中堅ぐらいですから、ね。本当に経験豊富のベテランって考えたら、秋さんかって感じですもんね。急に広島って名前が出てきて、かっさらわれちゃいましたね。そうか。まあ、レッツの帽子と似てますから、多分見分けとか、その、なんでしょうね、見た目としては多分全然違和感ないんですけど、まあでもソフトバンク行かなかった時いいか。そうね、ソフトバンク行ってたらもう本当に嫌だったから。まあ、綺麗事抜きてソフトバンク好きじゃないから、まあソフトバンク楽天じゃないだけいいか。あー、そっか。まあ、ただポジティブに考えましょう。で、今回ポジティブに考えようと思って。で、その、まあ正直、秋さん来て、これからその、じゃあ日本球界にいた頃と同じ活躍ができるかって言ったら、もちろんできる可能性もあるじゃないですか。やっぱ青木さんという例がやったんで。ただ、その青木さんっていう例もあるけど、やっぱりこう、ちょっと劣化してしまう可能性もあると。で、センターができるのかって話なんですよ。そう。そうなんですよね。そのセンターができるのかと。まあ、ライト、レフトでも全然なお守備力はすごいし、肩も強いからさ、青木さんって。そう。で、メジャーでさ、初めてレフトもやってたというか、レフトもね、結構多くやったりしたので、むしろそこの経験が生きるかなって感じなんですけど、ちょっとじゃあ、ポジティブに行かせていただこうかなと。西武の外野陣考えましょう。まあ、本来ですと、やっぱ秋さん入ったら1番センターで出る予定だったと思うんですけど、まあ、そこが埋まってないと。まあ、現状、外野のレギュラーっていないんですよね。ほぼ。いないよね。だって今日、オグレ、レフトだよね。オグレ、レフト。まあ、オグレ、レフトはまあ、でもオグレもなんか、ちょっと、状態があまり、よろしくなくなってきちゃったんで、まあ元からそんなにそのなんか最近バチバチだったかって言われたらそうでもなかったですけど、たまに爆発するみたいな感じで、あと川越さんがいいんですか。そうですね、川越さんがいい感じか。だから一応両翼守ってて、で両翼空いてて、で両翼埋まってて、でその今センターって感じか。まあ C って言うなら川越さんだからまだね、まあ、センターというところで、まあドンピシャだったわけですけども。ただまあ若手が見れると、まあ、今センター守るんだったら、まあ、愛斗くんが
ね、それまでちょっとバット短く持って調子が上がったって言ってましたけど、またちょっと落ちてきちゃった。でマナヤ、マナヤなんだよね。私一応一番その西武で好きな選手というか、マナヤなんですけど、マナヤね、なんかヒット出てないんですよ、まだ。15打席経ってんのかな、今年。で、まだヒット出てなくて。で、去年も一本もヒット出てないから、結構去年もね、チャンスもらったはずなんだけど、結構出てないんですよ。ただね、いい当たりは多いんだよね。そうなんですよ。ローキから唯一いい当たり打ってたというか、ローキから前半すごいいい当たり打ってた時とかもあったしさ、今日の1打席目とかもさ、今日使うその日曜日の試合、早川さんに対する1打席目とかも、しっかり良かったんですけど、やっぱ投手も辰巳さんのね、リミッター外した守備に、阻まれてしまいまして、ヒットなしと。まあ、ただ、マナヤが見れるっていうのはね、ちょっとファンの気持ちとしては、嬉しい。やっぱりこう、勝ってほしい気持ちもあるけどさ、やっぱ好きな選手出てほしいっていうのはやっぱり気持ちあるじゃないですか。だからまあ、まあ嬉しい。あとはまあ、渡るもまだチャンスあるしさ、渡るも結局2軍で3枚打ってるし、渡るもあるし、あとは翔平もね、まだまだこれから入ってくるチャンスある。で、ガクトだよ、ガクトもいる。まあ、ガクト今センターやらせたから、ちょっとリスク高いですけどね。まあ、ガクトもいるしさ、あとは、誰だ、中見川君なんていうのね、中見川君もセンターやらないと思うんだけど、ハセシンだよ、ハセシン。まあ、ちょっと今年は上がるの難しいのかなって感じしますけど、ハセシンもいるから。まあ、そうだね。あとは、誰だ川村さんがいなくなっちゃいましたから、悲しいね。まあ、そこら辺ですか。今で言うと。まあ、若手がね、そのまあ、ただね、そうなんで、若手がいっぱいいるっつっても、みんなね、岸君とか見るけどさ、みんなこう、一長一短あるんだけど、戸川さんとかもね、一長一短あるけど、その、長はあるんだけど、短も大きすぎて。そう、渡るも、パワーはあるんだけど、当たらない。いや、一軍にいて何三振したのよっていう。やばかったですもんね。三振のペースえげつなかったから、びっくりしちゃったしさ。で、愛斗くんもなんか、ちょっと調子の波が激しい。マナヤもちょっと、このヒットが出てない期間が一番辛い。でも、翔平も、そうですね、固め打ち気質があるというか、翔平も、なんか、で、ガクトもそうだよね。ガクトも、その、あまりフォアボール選ぶタイプじゃない。岸君も、その、バッティングガンガンでタイプじゃなくて、戸川さんに関しても、センター守るのかって言ったらそうでもなくて、で、確実性もちょっと怪しくて、みんな、そう、みんな確実性が怪しいんですよ。その、誰か一人、その確実性がさ、ある人、パワーはないけど、確実性あるよって人いたら、それも試せるんだけど、みんななんか確実性もちょっとそこそこだったりとか、まあ、むしろちょっと下だったりとかで、パワーはある、当たれば飛ぶんだけど、みたいなパターン多いんですよね。そうだ、だから、ハセシン。ハセシンはね、一応、ファームでも3割打ってる。まあ、でも、ファームで3割打ってるって言っても、渡るも3割打ってるんだけど、難しいラインだよね。まあ、そんな感じでございます。まあ、そうだね。まあ、ポジティブに考えてます。はい。目指す次期強者ナンバーワン。エンディングです。エンディング、まあ、多分、ジングルが入ったのかな。ちょっとわかんない。ちょっとここのジングル用意してたか忘れちゃったんですけど、まあ、エンディングというところで、もう23分喋ってますけども。ね。まあ、これが私の話したいことでございました。まあ、ちょっと総選挙に関しては、これから楽しんでいこうかなって気持ちもありますし、逆にこう、秋さんに関してはもうポジティブに切り替えるしかないですから、もう移籍してしまったものはしょうがない。切り替えていきましょう。はい。というところで、チャンネル登録などもね、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。